に乗っていた猫1949年に起きた、様子工事件の時に、上院の指揮を挙げた功績により、猫としては、唯一の従軍記賞と一金メダルを受賞した。1948年3月、サイモンは、ジョージヒッキンボトム二等水平によって、香港の造船所を歩き回っているところを拾われた。拾われた。 当時のサイモンは一歳ぐらいだったと推測されている。栄養失調で具合が悪かったという。ジョージヒッキンボトム二等水兵はこっそりと自分の上官にサイモンを連れ込み餌を与えた。サイモンはネズミを捕らえるのがうまくすぐに船員たちに気に入られ、英国のスループ艦アメジストの一員となった。サイモンは死んだネズミのプレゼントを水兵のベッドに残して、 艦長の帽子で眠ったという。アメジストの上院はサイモンを幸運なマスコットとして可愛がっていた。1948年後半にアメジストの艦長が変わった際、前任艦長だったヤングリフィスは、後任のバーナード・スキナーのためにサイモンを残していった。スキナー艦長の最初の任務は、南京の様子港の上流へ、警備任務の交代官として向かうことだった。 そこでアメジストは、ヨースコウ事件に巻き込まれた。中国軍の砲撃を受け、スキナー艦長は戦死し、サイモンも、砲弾の破片を受けて負傷した。重傷を負ったサイモンは、医務室へ運ばれ、手当を受けた。怪我の状態がひどく一時は、生命の危機に瀕したが、回復すると任務であるネズミ取りを再開し、その姿によって、兵士の士気を高めた。 洋子港事件の後にサイモンは有名になった。英国や世界のニュースで褒めたたえられて従軍機将とで一金メダルを授与された。サイモン宛の手紙が殺到し、返事を書くために専属の兵士が任命されたほどであった。アメジストが寄港したあらゆる港でサイモンは熱烈な歓迎を受けた。英国に到着するとサイモンは入国する動物に必要な検疫を受けるために、 サリー州の動物センターへ送られた。サリー州の動物センターで隔離された直後、医療スタッフの注意にもかかわらず、サイモンは戦勝に勤するウイルス感染の合併症を起こし、1949年11月28日に他界した。アメジストの全上院を含む数百人がロンドンで行われた葬式に参列した。サイモンの破壊死には、 以下の文言が刻まれている。インメモリーオブサイモンサーブドイン HMS アメジストメイ1948、セプテンバー1949アワーデッドディキン、メダルオーガスト1949ダイド28、TH ノーベンバー1949、スルーアウトザヤンツィ、インシデントヒズビヘビアワーズオブザハイエストオーダー。ありがとうございます。